なんだこのコース麺。まるだ、クリがゴミのようだ。キャー、ゴミはお前なんだよ。まずコース名がしょうもねえ、爆速戦艦だってだね。ああ、今日もしょうもなさが冴え渡ったオープニングだったね。で、最近コメントで言われたよ、このチャンネルは一見さんお断りですって。どうぞとか言っちゃったらさ。だから良い子のみんな、初めの10秒から20秒は飛ばそうね。もう何でもいいや。どうもゴミキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースト、ブレイキングバンドということで、壊すことを禁止されたということでしょうか。そして今日のコースもワゴンさんのコースなんだけど、ここ一時の間はこの方のコースやっていきたいと思います。いつ消されるかわかんないからさ、この方のコースって。でダウンロードしまくってたらダウンロードに上限が来たみたいな。だからそれの消化をやっていくね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。で、最近オープニングが長い。僕としては15秒から20秒ぐらいでもうコースに入っていきたいんだけど、オープニングでそれがもう無理になっちゃってる。はい、たてて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 、開幕熱っ。いいねいいね、この音楽久しぶりすぎてテンション上がるわ。マリオやってるって感じがするよね。この音楽好きな方も結構いるんじゃない。ジャコがいったドス落としておく。肌おやじビビ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 。こんなんじゃ絶対最初から見てくれる人なんていない。初見さんお断りの理由がわかるよ。じゃあここは一旦左に行ってジャンプして、あー、すいません、ちょっとこの音楽でテンションが舞い上がってるだけなんですよ。許してもらっていいかな。だから今後落ち着いていきたいと思いません。なんだこのクッパクラウンは。なんいや、いらんそういうの。今日初見殺しめちゃめちゃ多いコースなんじゃない。いや全然余裕だね。僕が今までどれだけトロールコースをやってきたと思ってんの。じゃあすぐにハテナブロック叩いてみる。カキ棒が出てきたけど、え、あのカキ棒なんか、マリオもう寒いから喋んなって。ピオキング、ただでさ今季節は冬でさ、せっかくあったかくなってきてんだから。じゃあここはすぐ右に行く。ツバ飛ばすな。一旦カキも出さないでみる。あのカキも絶対意味ないと思うんだけどな。出さないことによって何か変わるっていうことはないと思う。だからここは一旦ジャンプしてこの敵を避ける。そしてこの右下に行けっていうことか。今なんか聞こえたね、ポスって。いやちょっと引っかかってみたかったね、この鉄球フィーチャリングクラウンにさ。じゃあ下降りてってみようか。で右押しんぱ。誰か僕を殴って。え、右の土管入れんのかな。足場なかったよね。隠しブロックがあるみたいな感じ。え、ない。そこ登れんのね。ここ乗れるんだね、初めて知った。こんな小さい隙は誰が気づくんだよって話だよな。そんでここのオープンブロック叩いていいのか。オープンブロックなんてどこにある。お前の目には何が映ってんだ。トロールコーストやりすぎで頭おかしくなったか。もともとおかしいよ。じゃあこの四角の枠一旦叩いてみる。何が入ってんだろうね。隠しブロックか。え、これは何。え、ベッド降ってきたけど、あ、これを持っていけっていう感じね。カポーじゃないんだよ。そんでこれさ、始めた時に分かってると思うんだけど、クリア者がいないのよ。だから難易度がマジで未知数だね。だからそんなコースをする僕に高評価とチャンネル登録お願いします。ガチでやみたらしいやつ。今から集中モード入ります。集中モードになるために無言になりたいと思います。ここでメットを投げていく。そんでこのメットをかぶる。で、あのシーソーの下絶対落とし穴があるよ、気をつけた方がいい。だからここはジャンプして抜けていく。で、このパワーブロックを投げた瞬間、右のブロック絶対壊れてすぐになんか出てくる。だから左に逃げようか。分かってんだ、それくらい。なめるんじゃないよ。はだ、ちょっとお待ちを。これはどの辺で待っておけばよかったっけ。2回目のパワーブロック、この場所でよかった。いや、右に行けばよかったっぽくない。だからダッシュして右に行く。わからない、ここをどうすればいいか未だに全くもってわからない。いや、一番左ですればいいのか。もともとあ、もう一個振ってくんのね。いや、絶対もう一回振ってくるんじゃない。僕はじゃあこのシーソーのところで何もしない。オッケー、じゃあ進んでいきましょう。もうこのままダッシュで行くよ。上怪しい。この毒キノコ様。
ついつい見てしまうよな、この上何があるかとかさ、実況者のいけない癖ですね。今度から直していきたいと思いません。そしてフラワーが来るのか、ちゃんとここに絶対違うもんが来るんだろう。一体逃げておくか、どうしよう、逃げておく。ザマーねーな、そんなこと僕は分からないと。はい、ザマー。これだけトロールコースをたくさんやってリアクション取りながらやっていくとめちゃめちゃ反応が早くなってきてるのよ。なんだこの技術は。もっと別の形でいい方向に使えなかったのか、この技術を。さあ次はロックアヘッド。アヘッドって何だったっけ。え、見ろっていうことだったっけな。ロックアヘッドとか、あ、中間やんじゃねえか、中間取らせてくれんのか、素直に頼む、取らせてくれ。長かったよ、中間がここまで来るの。中間ポイント、いや、うまい。今回は初めてだね、中間ポイントに騙されることだってある。じゃあ取るなってことか、取らないで先にオンオフをして中間ポイント、本当にそれでいいのか、中間ポイント取ったらオンオフが変わるとかそういうシステムはなさそうだ。じゃあ無事にチェックポイント1取れたね。そして右か左か、パワーブロック怪しいな、一旦マウマウマ、今やられたと思うんだけど罠が変わってるとかそんなんはないよな。次は右に行っていいですよみたいな、あ、それはないと思う、砲台が動いたもんな。そしてクッパクラウン、嫌な予感しかしねえな、乗っていいことって大体ないんだよ、クッパクラウンってさ、トロールコースにおいて。じゃあ一旦乗ってみる。あ、乗れない感じ。あ、てか左パワーブロック持ってこいって書いてるわ。え、さっき右行ってやられなかった、潰されるよね砲台に。すぐ左行ったら間に合う、手に入れてすぐ左。あ、隠しブロックがあるんだね、あそこに。なるほど、それで砲台がいなくなるってことか。そしてこのパワー投げちゃいけないと思う、そうやすやすと簡単に手放してたまるけん、苦労して手に入れたんだこっちは。一旦乗せてみる、このクッパクラウンに。あ、これだったら乗るんだ。そしてこのクッパクラウンと共に上に行けみたいな。なるほどね、かっ、3点ぜ今日も。舐めるなよ制作者。そしてここは来るな、石橋下には降りてこない感じだ。じゃあ右から絶対なんか来るよ、何も来るな、絶対に何も来るな。石橋そっち来い、ここギリギリで何もしないみたいな。そしたら、あー、これで石橋やられてくれんのね、右の。そらそうか。ビビって左に逃げてしまったじゃないか。さあここは上のパワーブロック叩いていいのか、絶対怪しいだろあんなの。でも僕は叩きたいと思います。罠に引っかかってやるよ。え、ほんと引っかかった感じ、やばい、あれ頼むって。ほんとよくできたコースだよな、こんな素敵なコースを消さないでほしいね、任天堂さんは。バグを使ってるのは使ってる人のせいじゃない、バグを作ってしまった任天堂さんが悪いんだ、それを見つけれなかった。こんなこと言ってたら任天堂さんに怒られるかもしんない。任天堂さん僕のせいじゃない、見てるみんなが悪いんだ。ちょっとどいてろそこの万歳豚ネズミが。急に口が悪くなった。で、ここは、あ、上ね、キノコ様。いや、これはまだ間に、いや、下はやっぱりキノコ様。ピピピピリピピリピ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 ピピピピリピピピピリピ。見てるかみんな、こんな薬をやってるようなやつと絶対に友達になるなよ。僕はでもいたって正常なんだからな、ここはキノコ様を通っていく。そしてこのブロックを壊して次は何をすればいいんだい、あの鉄球絶対何かやってくる。下から行こうか、ここは勇気を持って下から行こう。いや絶対ジャンプしなきゃいけないよな、隠しブロックとかありそうだから左押しながらジャンプしてみるわ。ここで左押しながらジャンプ、オッケー。そしてここはツダに、いや一旦右のオフ。なかなか賢いじゃないか鉄球よ、脳みそみたいな形しやがって。だから僕はもっといじめて。いやすっかり忘れてた、夜スキンだから鉄球が追いかけてくるのさ。っていうかあんな追いかけ方してくんの鉄球ってさ、めちゃめちゃ速くなかった。怖えこの鉄球、もう来んだって。上のキノコ行ったら取っておく、これ取れんのかな、あ取れるね、取ってこのまま右に行く、いやもういいもう当たってもいい、そしてオン、早く鉄球から逃げるんだ。なぜ何もならない、左のハテナブロックを叩くしかないのか、これを叩いてみる、どうなる、燃える。はいはいはい、ということはもう全て分かりましたよ、このキノコを取ってすぐ右に行ってこのブロックを壊してオンオフをする、これでいいでしょ、これでなな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 、中間中間。くっそ、右押しもすればよかったのか。
もうドアに入っていこう。僕は一回もやられないでゴールまで進んでいきたいと思います。絶対無理だよピオキング。夢みんなジャンプだ。どうなる、何食べてんだ、吐き出せばいいのか。もうわけわかんないところ。上行ける、上行けないのね。あ、なんか行けそうだよ。あ、行ける、なんか上行ったけどなんもなんないか。もうどこにいるかわかんない。とりあえずこの土管に入っていこう。待て、中間ポイント、なに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 これ。面白そうじゃねえか。なるほどね、この右のオレンジ色のクッパクラウンに乗って多分ドアを破壊しろっていうことなんじゃない。いや、一番下に寄っておこう。待って待って、なんだこれ。なんかこういう一発マリオ見たことあんな。今がチャンス、今がチャンスだぞ。そしてここで一番左のそこ、いや違う、ちょっと下に行かせて。いや、いいとこ、いいとこ、いいとこ行った。あの左に一個さ、壊れるところあるじゃん。絶対あそこにこの炎を当てなきゃいけないと思うんだよな。オッケー、そしてこのクッパクラウンは捨てていい。ナイス。なんでよ、テルルさん見てる。急にトロールコンスメントを出していく。もう謎だよね。もうどうすればいいの、こうどうすればよかったっけ。ジャンプしてよかった、ジャンプをしてはいいんだ。そして右向いたらいけなかったんだよね。で降りてっていいんじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー。そして左下か右下かどっち行こうか。一旦ジャンプ、この音符ブロックは何か出る。いや、何も出ないな。じゃあ僕は右に行こう、こっちに行きたいと思います。ブブーじゃねえんだよ。やべえな、何なんだこれ。いや、僕めちゃめちゃ好き。で、ここで誰が止めて。いや、中間っていいな、めちゃめちゃ楽。こっからやり直しができるんだよ、目の前から。なんでそうなった。じゃあこのクッパクラウンから降りていい。で、左下のクッパクラウンに乗っていけばいいんじゃない。で、右上の氷ブロックを溶かすみたいな。絶対そうだと思うよ。さあ行きましょう。そして右のクッパクラウン乗っていいのかい。あのクッパクラウン怪しすぎる、乗らない方がいい。でも僕は乗ってみる。オッケー。そして左の土管に行けばいいのかな。まあ、こっちしかないよな。いや、右もすげえ怪しい。どっち行ってみる。強制的に連れて行かせました。え、こっちは何があるんですか。もしかしてさっきの新体験の場所ですか。あの土管の方に連れて行くんですか僕を。もうやめてくれ。面白いことをしてくれね、制作者さんよ。制作者というよりチームっぽいんだけどね。どこのタイミングでジャンプして降りればいい。次か次のタイミングか。音をよく聞け、ここだ。よしよし。もう一回分かればこっちのもんだよ。次はアイスクルーって書いてるかな。アイス食べたい。ちょっと待って、今どっちから出てきたマリ。あ、右から出てきてんのか。じゃあ左の土管に入ることでいい。そしてまだかゴールは早いな。またクッパクラウン、あなたね、いい予感しかしないんだよな。クッパクラウンに乗ってもさ、ブルブルじゃねえんだよ。なんだよこの毒記録は。避けれないのかこりゃ。うわフフフ、語彙力なさすぎて笑えるわ。もう分かった分かった、ここため打ちしたらダメなんだ。このね、ちっちゃいファイヤーボールで先に進まないと大量の毒記録が襲ってくるって感じだね。そして石原一来るんだね、右見てるからさ。じゃあ僕は右ダッシュして逃げていくよ。見ましたか皆さん、あんなところにちくわブロックが発生しましたよ。何なんだこの爆弾。なぜ作者赤バンされてしまえ。冗談じゃん、僕がそんなこと思ってるわけないじゃないか。制作者さんに対しては敬意しかないね。なんでここのトインが取れないの。トインってなんだ、トインって。なんでここのコインが取れないの。おかしいよ制作者さん、やっぱり日程堂さんに報告したいと思います。そしてここの四角の枠は何もない、豚がいるだけだ。そしてここはただの瞬間すぐ右に行く、これでいいんじゃない。あの葉っぱは取れってことか。葉っぱ、なんで上にいてもこの葉っぱは取れる。うおっけ、取ってどうしようか。なあ、これ取ってよかったのか。あ、右行けるこれ。ピースイッチがなくなれば右のドアに入れるとかそういうことはないって。くっそ、でもさ、これさっきとなんか変わってるんじゃない。オフスイッチが多分変わってるから、これで左に行けるようになるとかそういうことはあるのか、ないのか。ないよ、もうどうすればいいか分かってんだ。ここの葉っぱを速攻取った後あのドアに行く、絶対それで合ってる。よっしゃ。
さあドアに入っていきましょう。そして次は何が待ってるんだ。ヒットオフ、うん、ヒットオフ、オンオフをして土管に入ってノーハッペ。そんなのわかるかてかゴールまだゴールめちゃめちゃ待ち遠しいんだけど。じゃあここはオンオフして何もしないであの土管に入れっていうことだったよね。これでなんか変わってんの？さっきさ葉っぱ取った状態でここ来たけどやられたもんな。これだったらなんか変わってるみたいな。あ、なんかツタが出てきた。どこ？あ、このツタに行けばいいの。あ、ちょっと待ってくれってマジかよ。じゃあこっちがさ中間ポイント戻し濃厚なんじゃない。あれやだ、あの中入りたくないな。入れば突っ込んだら。いやでもあのブンブンのおかげで助かったわ。絶対中間ポイント戻しと思ったもんね。じゃあここは何もしないでいい。右に行けば、なんで右開かないのねえ。あ、この四角の枠から出たら右が開くみたいな。え、開かないんだけど。オッケーオッケー。そしてゴールができないと思う。絶対に隠しブロックがあるんだろう。この隙間がすごく怪しい。一旦ジャンプしてみるか。ジャンプだ。ほらほら分かってんだよそんくらい。あー悔しい。誰かもう交代してあと1回ぐらい何かありそうなんだよな。ここで鉄球をかわしてテレサをかわした瞬間にジャンプしようか。ここだー、やったー。いや本当に嬉しいわ。てかマジでクオリティ高いよなこの方のコースって。まあ、結構バグを使用してるんだけどバグって何が起きるかわからないから面白いよね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらということで、サムネを見る感じオンオフブロックしかないんだけど、でオンオフするじゃん。そしたらブロックに挟まれると思うんだけど、その瞬間にジャンプすることによってどんどん上に渡ることができるんだよね。それは知ってるんだけど結構クリア率が低いじゃん。だからめっちゃ難しいんじゃないかなこのコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.66%。 いやこういうのね他の人の動画では見たことあるんだけど、めちゃめちゃタイミングがシビアっぽいんだよな。でオンオフする場所も大事みたいな。いやこれいけるかな、ちょっとやっててみていい。うわ難しそう。いやこれいけるかな。あ、まあまあでも気持ちよさそうだね。上までポン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 って行った時は一発マリオ名人を舐めるんじゃないぞ。必ずクリアしてみせるさ。リズムよく行こう。パン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 。いやちょっと待って待って。いやマジで2回。え、どうしよう。ご視聴ありがとうございました。いやここまで来てしまったか。僕の実力が上がりすぎたせいで尺が短くなってしまったぜ。いや皆さんなんか申し訳ない、すぐに終わってしまって。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、ならば最速を通ってみせようじゃないか。そしてさっきのはまぐれじゃないっていうことをみんなに見せたい。見ててみんな絶対にさ、うん、なんでオンオフ買わなかったの今。早すぎてもダメなの？ごめんね僕が早すぎるばっかりに。調子どんだよ。いや絶対次で行ってみせる、みんな見てて。変わらんかー。早すぎてもダメって意味わかんなくない？あ、いた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 。これでどうかな。え、めっちゃ今早くなかった？着地地点もバッチリだったね。さあ最速が取れてるんでしょうか。いやすごい緊張するね。頼む。見たか、これが一発マリオ名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。